高です。イエス。ケース。大丈夫です。今回ね、ちょっとね、結構面白いこう練習動画を見てやろうと思います。はい。今回やる企画は、イングランド代表の練習をやってみたでございます。イングランド代表ですか。応援。応援ですね。あれです。スコールズです。もう引退してる。スコールズは？スコールズも引退してる。なんで昔の選手になるかな。最近イングランド代表がやってたんですけど。無敵感謝の。それスピード。イングランド代表のシュート練習で対決するっていうことですね。はい、でこれがちょっと軽く説明します、はい、ゴールの横にボールをセットして、はい、そこから、ペナルティーエリアのちょっと外ぐらい、はい、に人が落ちて、ちょっと一回やりますか。こっからですね、平弾道でシューターにパスします。シューター違いで絶対シュート誰でもいい。まあ、腰下言うても試合の練習なんで、もういける範囲はそこはアジリティーよ。行きましょう。いかんと。それはちょっとまあ S 君の判断かな。それはさすがにカバーできない輪はもう一球追加、もう一球追加で白球対決形式で、だからできるだけ早く、もちろんもうあれやから、もう試合のための練習やから、だからトラップの練習にもなるしシュートの練習にもなる。だから対決や言うてもう無理なボールはいかんとかじゃなくて、なしじゃなくて、もう対決っていう企画やけど基本は行ってほしい。ウィナーズも一緒に始まりましたから、上げていかないとね。俺らは上げないと、ね、トレーニングがいい。トレーニング一緒にトレーニング、はい、それでは行きましょう。これスターリングもやってました。グリーリッシュはグリーリッシュもやってた。はい、どうぞ。やばっ。いやいける、ナイス。終わり。
はい、ということでね、まあ、雨の状況でもかなり練習になりますのでね、遊びでもしっかり勝つよ。いやでもちょっと甘かったけどね。まあまあ確かに、いやトラップしやすかった、うん、俺の時は結構きつかったよ。ああ、切れるボールがちょっと基準になるぐらいが多分一番いいと思う。実際ぐらいね、多分ね、できたらね、これ相当練習になる。相当練習になるっていうか、まあこんな状況実はありえへんけどな。ありえへんけど、ファーストトラップを置く練習にはかなりなる。マジでなる。横からのクロス、ファーストって感じでシュート。そうだね。あと、ミスった時もいかにシュートでカバーリングできるかっていうのも大事だよね。確かに。これかなり練習だった。あと、俺、思ってんの、キーパー大丈夫で余ってるから、パンチ。ああ、ここがね、うん、確かにキーパーの練習だね。そう、キーパーがこう両サイド立ってパンツでバーンって確かにそれっていう練習とか、うん、俺は今いいかなと思う。練習にもなるね。でもパンツ下すぎたら練習まずなんない。だからまずジャイアンツさんの動画を見てもらってそれからその練習したそれではまた次の動画で。